大丈夫？桜井。風間くん。うん。どうして今日来てくれたの？お正月は家でがっつりゲームするって言ってたのに。え？イベントは特にないけど。誰と過ごすんですか？よかったな。俺とどうですか？お前らやかましい。ね、別に。桜井いろんな奴に誘われてただろう。その中で冴えない俺を呼んでくれたのが嬉しかったし、元旦を一人で過ごすより桜井と過ごせたら楽しいだろうなって思っただけだよ。そっか。ねえねえ、お兄さん。うん。さっきのお姉さんとどういう関係なの？え、会社の同僚だよ。同僚？友達ってこと。本当？付き合ってないの？うん。俺には高嶺の花だし、どう思ってるか知らないけどね。はあ、お兄さん、じゃあこれ見て。トイカメラ。桜井。はあ、見たの？え、風間くんはこれ見たの？いや、見てないけど。絶対ダメ！絶対見ちゃダメだから！何がそんなにダメなの？何でもだよ！うまく撮れたのに。撮っちゃダメ！消しちゃうの？消しちゃう？